急に足が痛くなってきたり、ランナーズハイみたいに楽になる時があったり、楽な時はいいんですけどね、その間に進むんですけど、急に痛くなったらもうちょっと休憩とかしないとダメですよ。なんだこの金ピカの派手な建物は。迎賓館、海津迎賓館、なんじゃこりゃ。今マーキので、まあ、1時半なんですけども、今ちょっとまだ風出てきたけどね、そっちの越に来てから割と風が少なくなっててちょっと楽だったんですよね。さっきジェットスキーのところでね、もうパリピたちがもうビール飲んだりね、コロナなのにね、ダメでしょ。でここもね、今キャンプ場ね休みなんですよ。だけどね、勝手に中みんな入ってね、なんか遊んでるんですよ。でね、警察に通報してやったんですよ。みんな逃げてきましたよね。湖岸を走ってて思ったことは、ヒガンバナが多いわね。牧野の別荘町走ってたんだけど、タフ県ナンバーばっかだわ。ダメじゃない、こんな感じの道も走るわけよ。でね、上級者はあの大通りところを走ったりするんだけど、初級はこういう感じのね、あんまり車通らない道を通ることができるわけで、たまに唐橋、瀬田の唐橋から何キロって書いてるやつが、看板がちょっと何か所あって、さっき唐橋から118キロってなって、だいたい森山まで、森山から唐橋まで20キロぐらいだから、今98キロぐらい走ったってことになるわけよ。大見松のヤマトの営業所に着いたわ。メルカリで昨晩物が売れちゃってさ、出さないといけないの。だからわざわざここに寄ったの。大見松からでも観光船乗れるんですね。知らなかったです。3時になりました。出発から10時間。ただいま高島市。どっかいいところでご飯とか食べる余裕もなく、コンビニで朝と昼過ごし、済まして、ただ帰りたいの一心です。はあ、これは風車村だ。はあ、ここまで来たのか。もう記憶もないわ、ほんと。窓側に入ったけど、もうここまで来たらな、自分との戦いじゃ、自分に勝ってやがるな。正直さ、風もまた出てきてさ、もう何もない、コンビニも何もなくて、もう無理なの、もうやめたい、死んじゃう、もうダメだ。ここね、国道で行ったらいいのにね、わざわざね、湖岸の方ぐるーっとお回りするんですよ。だから本当にしんどかったです。この部分です。はあ、いや、ガチで本当に動けなくなりました。これいつもの渋滞スポットですね。ガチでもう余裕ないです。このペースでも自転車の方が速いですね。あっちの方にちっちゃいですけどエレベーターがあって、ずーっと行って、あれ多分大宮島あたりかな。だいぶ来ましたね。すごいのあるわ、白髭神社。死んじゃう。バチの家まであと 7.7 キロ。なんかライブみたいなやってるよ。大丈夫なのかいな。北小松のあたり、いろいろ工事が進んでます。北小松駅。大見舞子、あと一駅、もうちょっとや。大見舞子から平まではわりと近い。やっとや。もう精神はおかしも、おかしやもん。なんかこんなんできてる。ハッピーシュー、なんかバンガローじゃない、コテージ、わからんけど。